1985年の阪急ブレーブスでは、1985年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、2回目の上田理事監督体制の5年目のシーズンである。前年日本一こそ逃したものの6年ぶりにリーグ優勝したチームだが、オフに正二類種だったバンプウィールスが上田監督との対立から対談。バンプの穴埋めとして、 アメリカからジョーヒックスが加入するが、投手陣、打撃陣ともに前年と不変だった。山田久志、今井祐太郎、佐藤義則の先発陣に加えて、前年までリリーフの山岡幸彦がこの年から、先発陣に復帰するなど盤石で、連覇を期待されたが投手陣の不調もあり5月まで、借金生活が続いた。6月に13勝2敗で大きく勝ち越して、 借金を返済し一度は2位に上がるものの、後半戦以降は再び負けが込み、終盤は持ち直すも最後はロッテに抜かれて1982年以来の B クラスでシーズンを終えた。打撃陣では4番のブーマーウェールズをはじめ、ヒックスや松永博美が打ちまくったが、ヒックスは2割そこそこの低打率と、守備や走塁に難があったためこの年で退団。 それでも近鉄に次ぐ2位の197本と、好調だった。投手陣は、最高値の佐藤をはじめ山田、今井、山沖などがローテーションを守ったが、防御率が4人とも4点台に落ち込み、リリーフもこの年引退の谷村聡志圭を除いて、不調に終わり、防御率はあわや5点台の4.98のリーグ4位で、2連覇はならなかった。ありがとうございます。